止められました。止めました。あ、お前か。どうも、握手会嬉しかったです。あ、握手はしてない。フェイントは村人陣営のイノセント、狼陣営のインポスター、第三陣営のニュートラルが織りなすゆるふわ人狼ゲームです。夜に選んだ家の訪問者を知ることができるルックアウトや、役職を隠せるクリーナーなど、フェインには独特の役職がたくさん。ただこのゲームの特徴は何といってもバカというイノセント側に配役される役職。バカにはプレイ開始時偽りの役職が渡され、その能力を使用することもできるが、実際には能力を持っていないので出た結果は当てにならない。しかしバカはイノセント、つまり村人陣営のため、中にはバカを装うインポスターやニュートラルも。役職やバカをうまく使い勝利をつかむのはどの陣営か。おバカ人狼フェイン。ふむふむ、はいはい、ふむふむ、理解、はいはい、スキップスキップ。よし、今日は俺死にます。ちょっと なんで俺は絶対死なない。恨みつらみが溜まってきたから。いや、もう殺したから大丈夫だよ。解消されたっしょ。解消されたよ。はい、ということでポリスやっていきましょう。ポリスですか、どうしようかな。まあ、誰にしよう。じゃあ闇いくか。闇田さんの握手会がやってるって聞きました。栗山氏のあの握手会がやってるってここであの聞いてきたんですけれども、 CD あのスイートスイートマロンの CD を125枚買ったので、いいですか握手。1枚につき1秒で125秒、いいですか握手。さあ、俺がお前を止める。でや、お、出てきた。あ、握手ありがとうございます。はい、以上です。あ、ちょっとまだ終わってない。125っていうその絶妙にちょうど止めてもいいかなの数字。おお、おお、あれ、あ、そうなの。あて、平和村か。止められました。止めました。あ、お前か。どうも、握手会嬉しかったです。あ、握手はしてない。はいはいはい、あれ、罠踏みました。レリーさん家行きました。はい、誰も来ませんでした。はい、ルックアウトです。なるほどなるほど。よっちゃんちで罠踏みました。あら、仕掛けました。あら、ちょっと、怖すぎる。ちょっと待てよ。誰が仕掛けたって。ごめん、僕です。クラマです。クラマ四つ葉どこに置いて、スナッパイさんが引っ掛かって、影丸がトラッパー、クラマ君もトラッパー。影丸はポリスでやめようと思ってます。ポリスか、ポリス。新ポリスってことだね、はい、多分影ポリ、影ポリ。やめとめ。ルックアウトの情報なしはすいません。何度も言わせて。ルックアウトがレレイさん亜種で、レレイさんのとこ行って誰も来てないです。はい。はい。で、ごめんなさい、レレイさんなんかトラップ仕掛けてみようと言った？いや、僕は引きこもりです。あれ、なんか一瞬スルーされたトラップなかったっけ？ペイさん？これはスナパイさん引っかかった。まだ踏んだっていう。じゃあ聞き間違いだわ。はいはい。クラマ君の罠に引っかかってるよ、スナパイさんは。クラマかもしんない。僕バカです、確定してます。ポリスでスナパイさんを止めに行って、スナパイさん出てこなかった判定なので、ほら、はい、はい、スナパイさんが出れてることが2人から言えてるので、2人が繋がってない限りは僕はバカ。あ、でもスナパイさんの役職によるじゃん。うん、俺ポリストラッパーどちらでもないです。あ、じゃあじゃあテラドさんはバカだ。うん、で昨日僕ん家に誰かが来てるっていうことは言っておきますから、あんまり役職いっぱい出さない方がいいのかなと思ってます。あ、まあ、そうだ。ああ、なるほどね。わかりました。ドクターいるよってこと。スナパイさんがテラゾウさん？ん？テラゾウさんがスナパイさんだ。そう。うん。テラがつないで出てこなかったって判定になって、うん。今の話だとポリスで止められたトラッパーに踏んだ引っ掛けたっていうのの中に赤がいないとグレーを釣るんだけど、うん、そこにドクターがいるよっていう示唆があったので、うん、そうそう。え、でもグレイチ、つまなくていいんだ。いや、待って、テラゾウさんの家に来てるんだから、グレイチにいるんだから、止められた人間を殺せばいいんじゃない？うんうん、わかるわかるわかる。ヤンミスナパイのどっちかを
ってみてもいいかなって思っちゃうけど。いや、わかるわかる。ああ、なるほど。じゃあ使用しとくか。ルカート。僕トラッパーです。クラウト。まあ言ってしまえば赤が1枚キル能力を持っていて、あの片方が役職実行している可能性があるので、俺視点では影丸とクラマ君にも赤の可能性はあるんですが、うん、ああなるほどね、うん、トラッパーは踏むかどうかわからないのでクラマ君は赤く見ています。うんうんうん、があるとしたら影丸の方かなって思ってたから。踏むかどうかわからないってどういうことですか。んだって証明できないじゃん、誰も踏まなかった。そうそう、トラッパーせっかく動いたのに白取りできないんじゃ意味ないよねってことだね。あ、でもだからこそ白くないですか。あ、だからそういう話してるの。あ、白いって話か。なら僕の方が、そうそう、赤が赤トラッ、うん、じゃ赤ポリで行使してる可能性あるよねってことだね。あ、なるほど。そう、俺なんならヤンミちゃんよりも影丸くんの方が黒いかなって今は。でもそれに関しては正直グレー広いのと、あとまあブレイマーとかクリーナーがいた場合は一人動い、あのその役職行使で表に出ないでもう片方がキルしようとして止められてるも普通に同じぐらいあると思うので、そこまで俺が疑われる要素ではないと思います。うんうんうん、なんかスローって話になったからそうな、そう言いました。逆に言えば最初にスローって言ったのは僕とだけ。死んでないし、そうだから怪しいと思ったって影丸さんどこ行ったって言いました。僕闇の家を止めてます。闇ちゃん止めてるって。必ずしもないとは限りません。キル起こってないんで、うん、私バカっぽいとだけ言っときます。なるほど。初日からポリス使用して正しいっていうの結構辛いよね、人外的に。わかる。最後リンゴさんなんて言った、影丸さんなんて言った。やべ、わかんなかったな。いや、ペンさんわかんねえ。あー、みょ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 、どうしようかな。どうしようかな。まあ、闇はもう止めれないので、ペイさんも止められてんだもんな。だからそこはもうね、泳がしてもいいのか、砂ペイさん止めるべきなのか。いや、グレー止められないもんな。でも、いや、むずこれでいい気がするな。でもちょっとペイさんを動かさない方向で、俺が役職行使をペイさんにすることによってペイさんと白が取れて、今回俺がキルしてないでこれで2キルとか起きたらペイさんとの取り合いもできるから、まあいいかな。ペイさんと疑い合ってるからペイさんと白を取りたいのの止めなんだけど、2キルとか起こっててくんねえかなー。ペイさん、これで1キルだったらペイさんがいよいよ怪しくなるし、俺もどんどん対抗になる。うそうそー。あー、サパイさん、マジ、まあ、そうだよね、でもそうだ、うん、まあそんな、ごめんペイさん、止めちゃった。あら、あら、まあでもどっちに、まあどの道死んでるからあれなんだけど、うん、最後、会えてよかった。あー、やん、あー、やみー、トラッパーなんですけど、幼虫の家に仕掛けて誰もかかっていないです。はーい、幼虫の家、うん、はいはい。僕リンネさん家ってトラップ引っかかりました。はい、僕です。うん、もうナイス。じゃあもう死んで、まあ、うんうん、心配ね。私の家に誰か来ました。おお、はい、あ、なるほどね。なになに、リンゴさんは昨日と今日どういう動きをしましたか。私バカだと思ったんで出てないです。あ、ごめんなさい。リンゴさん、なんだっけ。あ、今言って私トラッパまで言ってなくて、トラッカー足跡のやつで、ちょっと影丸さんがクラマ君のお家に行ったって出たんですね。あ、じゃあ違うな、うんうん、でヤンミさんのお家に行ったって言ってたんで、私バカっぽいなと思ってました。もしくは影丸さんが人外。リンネ、トラッカーじゃないんだけど、本物のトラッカーおる？ノー。私ごめん、言ってなかったんだけど、ポリスで1日目クラマくん止められてて、はいはい、クラマくん出たって言ってたんでバカだなと思って2日目出てないです。うんうんうん、リンゴさんがほぼ黒になっちゃうな。リンゴさん、影丸さん陣が奪いは僕まで陣外、僕が止められたって言ってるんで、うん、でも俺が闇を一番最初に釣ろうって言ったんだよな。リンゴさん読み止めてるんだもんね、うん、そう、止められてるから。リンゴさんほぼ確定で赤に見えるから、そうだな。あ、そうなんや。レレイさんは、
シントロボカーがいないんだろう。だって他にトラッカーがいないからです。リンゴさんはドクターでもないと思うんだよね。他の人のところにドクターが行ってるって主張も誰からも出てないから、うん、はいはいはい。私はトラッカーです。あ、シントラッカーがいないよって話か。そうそう、ね、今日もドクター来てるって言った。うん、リンゴさんが言ってた、はい、自分のところに来たって。なんで新トラッカー出てこんのやろ。リンゴが村だった場合。あ、だからいないんだと思うな。いないんだよね。いないんだと。かもしくは1日目に。でもさ、リンゴ今さトラッカーっていう主張やったやん。別にトラッカーじゃなくてよくなかった、うん、赤だったらさ。よかったよ。うん。なんか不思議なことだなって思っちゃった。いやでも、その場合、リンゴさんが死になると、まあ、死にも出るはずやもんね。死になると、影丸ヤンミが絶対、インポスター側になるから、うん、そうだね。でも影村やみつりたいっていう話をしてたわけで、そう。だからこれもしそれを疑うとしても、まあ、そう、緑だったら、うん、緑だったら影村やみ追えばいいって感じなのかな。一旦他をだから考えたいよね。まあ影丸やみを追う理由ってなんじゃったっけ。あ、リンゴがその緑だった時の話かな。そう、あ、だから単純にリンゴさんが黒幕ん家だって言っていて、だけど影丸さんは僕ん家に来て、僕は影丸さんに止められてるんで、うん、情が合わない。リンゴさん単老は違った場合は闇影村確定2老です。そこまでスケールなんです、うんうん、まあでも普通に新トラッカーいないからね、うん、そうね、そらざるを得ない で、ね、で、まあその使用してない3人ぐらいの中にドクターが絶対いて、他2人は黙ってるんで、まあ黙ってる中に青ぐらいいそうだなと思うけど、うん、いや黙ってていいでしょ、ドクター言ってない。まあそう、それはそうだけど、確かに村にもあるよね、黙ってくれてる、ね、うん、でもドクターって結局起こせなかったら意味ないから、もうちょっとしたら詰めるために出てもいいかなと思うけど、うんうん、今はいいかなって感じです、うんうん、え、これって影丸さんかヤンミさんが、うん、ごめん、人外確定だから、私目線は自分が釣られて、うん、白証明をしてっていう形でいいんですよ、ね、うん、大丈夫、そうです、リンゴさんが釣られ てその二人の中にブレイマーとかがいたらまずい。あと使用してないの誰だっけ。レレアシリンネ。え、僕は最初にやりました。あ、そうかそうかそう。トラッパー、うん、あ、じゃあルカードか、うんうん。レレリンネテラゾ。オッケーオッケー。じゃあテラゾさんも言ったか。テラゾは言ってるよ、バカだって。ポリス。はい、ポリス。バカだ。ポリスじゃねえ。もう二択になっちゃってんだよな。おやすみなさい。むずいな。リンゴさん赤でよくて、リンネレレイの二択なんだよな。いや、認めかな。止め続けていいかな。リンゴさんが影丸闇を強く押さなかったのもね、そんな感じがするんだよな。いや、わからんな。なんとも言えないけど、まあここ闇止めちゃっていいかな。他の動きが気になるわ。出る、止める、闇トラッパー市長だよね、確かね。2日目だけ動けて闇、四つ半地に止めてる。あー、オッケーオッケーオッケー、死んじゃうけど。ドクター来ないかな、俺んとこ。さすがに来てくれると信じたいけど。どうだ？あー、無理か。あー。あ、闇白か、ごめん。やっちゃったなー。シーンだったね。おー、シーンだったね。僕、昨日、ポリスに頼められてるんですけど、出てきますか？影丸ではなさそう。あ、じゃあ影丸さんだ。出てこないんだったら影丸さんが僕を見せてるのか。あら、影美視点やみ人外の可能性まだいっぱいあったよね。うん、あった。影丸さん視点は僕視点はなさそうだった。申し訳ないな。僕クラマくんちって誰も来てませんでした。マジっすか。あれ四つ葉って。視点新トラッパー。あ、トラッパー市長でバカか、そうかそうか。僕はアシュさんを死んであれと思って、僕はトラッパーを仕掛けに。はいはいはい。うん、レレイ君なんか正直もう今ドクターを守りに行く選択はちょっとインポスターかドクターどっちかわからない状態だから。めっちゃいいと思う。そうそう、ポリス止めに行く。これね、ドクターが出れば。なんか下手に役職持ちって分かってるとこ。うんうん。ワイは出てません、ポリスバカなので。同じく出てません、ポリスバカなの。うん、まあ、バカの中に一郎いそうであり、うん、そうだね。エチアガニアオで青を探した方がいい。はい、もうここで言っちゃいます。うん、サバイバーです、リンネ。サバイバー釣られるぞ、リンネ。釣るぞ。いや、見てくれ、インポスターが、赤インポスターが一人落ちてる中、
ここでここの村がちゃんと素直に考察できるように、うん、出たこの恩義を感じてほしい。押し売りですよ。すごいみんな頭クリアになったじゃろ。クリアにな。あ、じゃあレレさんまで使用してほしい。あ、お医者様です。よろしくお願いします。うん、レレあ、じゃあ、OK で。ちょっと青い位置隠れてるよね、どっかね。どこ行ったんじゃ。おめでよ。おめでよ、さ。いいね。最初から自分から言うの。おっしゃってました。でも、守りってたの偉い。俺が闇止めちゃったせいで闇全然ありえちゃうんだけど。死人が出てなくてないってこと。あ、そんなことないわ。闇止めてて俺が1キル取られてるからいいんだ。だから輪廻様連れたくなっちゃう。闇しろだ。あ、そういうこと。タグマルが止めたとこが他にないから。だったら輪廻もう少し潜伏するって。潜伏するって。いやでもここで白取りに来たのかなって思っちゃったけどな。あ、そういうことか。まあでもここ輪廻様つって6人、アシュさんが1人殺して5人で、白確定してるのは四葉が殺して4人で、人外に村人になっても、クラマ君白でいいと思う。闇ってさ、バカじゃないんだよね。バカじゃなくて新勝てるよね。新トラッパー？いや、かかってないよな。初日が止められ、初日がポリスに止められていて、2日目が予知の地に行ったけど誰も来ていない。あ、かかってないで、3日目が、止められたんだよね。山田さんに止められてるから。ちなみに、初日で、ゴリゴリにトラッパーにかかってるのはペイさんとポリスに止められてるヤミちゃんだから、赤の位置ではあると思ってるよ、リンネはね、ヤミちゃんのこと。いや、今回ので、亡くなったんだよな、それが。気づけない。止められて片方がキルシに。あ、でもそっか。気づけ、クラマくん。さんが釣られてる以上、そっか。そう、俺が死んでるからないよ。こう俺が止めた位置がいないから。影丸くんが絶対誰か止めに行ってるから。あ僕です、僕だから。そうそう、それが闇しか出ない以上、今回キルできるのって。あ、ポリスが先なんか。そうじゃんね。素晴らしい、クラマくん。闇ちゃんはできないことにならんから。クラマくん、そうじゃん。今回はね、そうだよ、今回できないってことは。素晴らしい。あ、そうかそうか。いいぞ、クラマくん。そうだよね。クラマキュー。だからもしくはだよ、影丸くんが真のトラッパーだと見込んだ魔術師がいるとか。天才。それで影丸くん、四つ葉テラ像にさ、影丸が来てた場合ってさ、闇は止められたって嘘をついてキルをすることは可能だよね。それはできる。それはできる。いやでもそれはリスキーだって。誰か釣るべきだけど。リンネじゃないかな。でもサバイバーなんです、本当に。まあここのサバイバーシーンは釣られちゃうか。村のために仲良くリエするために出てきたのに。楽しいね。どっちかというと四つテラーシーの中から釣りたかったよな。ごめんなさい、ごめんね。先生があったから仕方ないのよ。まあ四つ葉は当てるだろうな。出なきゃよかった。悲しい。悲しい。欲しいというか、いいプレイだったんだけどね。うん。無念。まあ、ほぼほぼにキル。ワンチャン、レレイさんとかにかぶってほしいけどな、キル。かぶりそうですよね。ですよね。魔術師はそっち行きそうな気がするから。そうそう、安牌取りに行くから、シュウさんがそれに魔術師ケアしなそうだから、ワンチャン村勝てる。あとは、アシュウさんがトラッパーのどっちかに行ってほしいけど、普通にドクターを殺そうと思うと思う。そうなんだよ。トラッパーが2人ともレレイさんち行くみたいなこともありそうだから。戦闘者全員レレイさんち行くまである。おもろいな。確かに。ワクワクしちゃう。ワクワクする。それを読んであえて違う人を守りに行って、でもドクターが死んじゃったら結構非難浴びるってことですよね。非難というか、なんというか。いやてかクラマくんがね、気づいてくれたのが助かったわ、闇の剣。うんうん、うん、天才神様。あれすごかった。さすがです、進行します。いやあれマジ絶対に誰かしら守りに。ああ、ヨツハ嘘。これ外したの。え、ヨツハ外したの。ヨツも死んだ。あれ違う、魔術師。あ、魔術師だ、よかった。そういうことか。あれ失敗じゃない、殺されてるよ。殺されてる？あ、殺されてる。え、ってことはクラマくんも？クラマくんは殺されてるんで。四つ葉がクラマくんって。あ、魔術師だ、そうだ。よっちゃんがクラマくんやって、そういうことだ。あ、で、あ、四つ葉が殺されたのか。あ、シエさん、結果を落としてください。あ、僕、レレイさんとこ行ってクラマくんが来てました。あ、今日は僕も行ってます。あれ？嘘だ。あれ
僕が仕掛けに行ってるトラッパーで2人も踏んでないから、うん、僕バカだ。本当にレリーさんの家にクルーは集まったね。僕はトラッパー、トラッパーでレリーさんに、それだったらそこはないか。視点はそうか、レイさんはまあ新ドクターで、で、はい、クラマくんが守りに行くのが分かる。 でもヤンミちゃんが見えてないってのおかしくない？アシエさん、おかしい。いや見えてないですね。来てないんじゃないですか。ここ対抗だ。うん、僕は白覚醒。そう風にやる。あ、スナパイさんがいるんでバカ主張できちゃうんだよね。逆に言えばヤンミはトラッパー一人だから結構。僕はアシエさんが、あ、クラマくんがいるのか。まあもしなんか変なところに行ってたら、うん、見つかった方がいいなと思ってクラマくん家に行ったらクラマくんが死んでたから、ギャーってなったんだけど、俺がさっき止めてて闇キルできないから確定だ、シュウさん、まあ、この状況なら白と見てください。青が2枚落ちてて対抗じゃない。僕は赤じゃない、赤ないですよね、3日目の。赤はない。あ、そうだ、シュウさん素晴らしい。あれってあれじゃないですか、一応影丸くんが死ぬと分かってて自分が止められたっていう風に主張できるんじゃないですか、赤の場合。幼虫の家かリーネ様ねとかに言ってる。そっか、それがあるか、うん、でもそれで闇があの速度で言えるかという、あ、視点はそういう風になりますね。闇がその速、うん、あの速度で止められましたって言えるかという話、ね、繋がってる感じあったけど、どうなんだろう。いや、これポリス刺さったぞ。ある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 、マジである。クラマくんとの連携プレイ。なるけど僕を止めに来てるから。霊界と聖者の、うん、繋がってきるというか、まあただ単純に止めに来てっていうパターンが一番ある。疑われてたと思う。で、何回もそう止めに来てるっていう。俺普通に疑ってた。結果オーライ。結果オーライ。幼虫がもし魔術師で結果最強のポリスになりました俺。そのターンって誰が殺したん、誰を殺したんだっけ？クラマくんをトラッパーで撃ってて幼虫が。うん、その前のターンは幼虫ってやれるあれあった。宇宙は影丸をポリスで撃ってた可能性はある。あ、それしかないんじゃん。うん。撃つの。まあポリス。そうなると影丸は。わからなかったと思うけどな、あの時まだ。影丸は撃たれてポリスの投資できてないところ。観念しろい。ちゃんが。でも僕一番に、胃の一番に撃ったのです。あ、しゅうさん、難しいと思うな。さあレレテラ、お腹が痛いでございますが。うん、確かあのタイミングで影丸くん魔術師撃たれるかな、まだあの時疑ってたタイミングやと思ってて。確かに。うん、あ、でもリンゴさんが釣れた時点で影丸さんの芯がかなり、そうですね、上がってるから、まあはい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 、手は育っちゃう。あ、それでってことね。はいはいはい。あ、でもヤンミちゃん白く見えちゃうな、そうなると。まあ赤じゃないみたいな雰囲気あったもんね、前日。うん、アシュウさんの結果をもう一度最初からお願いします。僕の結果が最初が、レレイス、ちゃう、レレイさんちゃうわ、リンネさんところ行ってトラップ引っかかり、続いてクラマくん、レレイさんだった、あ、レレイさん、レレイさんとこ行って誰も来ず、リンネさんとこ行ってトラップ引っかかり、クラマくんとこ行って誰も来ず、で今のあれですね、レレイさんとこ行ってクラマくん、なるほど、クラマくん、あ、クラマくん、いやー、でもアシュウさんかな。いや難しいな、なんとも余裕はないですね。あとは、いやー、これいい試合だな、また素晴らしい。どうなんだ、グハハハハ、赤だ、これは終わりか。よーし、勝利勝利、いやー素晴らしい、おーすごい、ナイス、ナイス、アシュウさんごめんなさい、いやいや、ありがとうございます、資料を把握できてなかった。まあ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 ね、うん、美味しかった美味しかった、なんか逆に白く見えちゃったもんな。うん、まあヤンミゴリゴリに疑ってたけど、クラマくんが気づいてくれてよかったわ。いや、マジか、あれよかったね、あれすごかった、助かったわ。うん、魔術師が出てきちゃったからちょっと迷っちゃった。いや、でもそう、魔術師の可能性を僕も追ってたから、ヨツハ当てたのに殺されたのか。そんな、アキューさん残してくれたら人外だったのに。そう、ケラゾさん最初慌ててたけど、いや、ヨツハさんしかいいんかなと思って、なんかそう変えちゃった。暗闇で君の元に、高価の濃さの夜ら二人、暗闇で君の元に、いや心配いらね俺ら二人、暗闇で君の元に、高価の濃さの夜ら二人、暗闇で君の元に、きっと変わらね俺ら二人。